ジャズピアニスト根木真理沙です。本日も動画ご覧いただきましてありがとうございます。今日は毎日コツコツ練習編、はい、ということで、今日も練習していきたいと思います。今日はですね、前回までの流れとして、流れでコードを覚えるっていう C、 そして D マイナー G とか、そして、両手弾きもカエルの歌に合わせて251というコード進行を確実に自分のものにできるようにと思って、カエルの歌を両手弾きするというのもやってみました。今回は、両手弾きはもちろんなんですけれども、その C、Dm、G 以外のコードもぜひ両手弾きで使ってみようということです。今回はキーが違う、調が違うというものにチャレンジしていきたいと思います。メロディーはあえて変えておりません。以前カエルのままになっておりますので、左手の動きに注目して、左手を確実にコードで弾けるようにしてみてください。それでは今日も頑張りましょう。今日演奏するコードは F、そして G マイナー、そして C、F、というコードになります。このコードは251、さまざまな251を覚えるというところでもちょっとご紹介したかもしれません。このコード進行は以前からご紹介している251のコード進行となります。 F が1、 G マイナーが2、そして C が5、そして F が1となります。それではまずこのコード進行を確認してみましょう。テンポ90で演奏してみたいと思います。1、2、3、4。はい、こうなります。 F が1となる場合は G マイナーが2、そして5は C、そして F がまた1となります。それでは前回と同じようにカエルの歌を弾いてみたいと思うんですが、今回は F、ファの音からカエルの歌がスタートします。はい、注意するポイントは C がフラット、黒鍵という場所に登るということですね。それではここ右手を確認してみたいと思います。テンポ90にて確認してみます。 1、2、3、4。 カエルの歌が聞こえてくるよ、カカカカ、ケロ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 、カカカ。はい、こんな風になります。この黒いところに登るというのがちょっと今回難しいポイントですね。それでは実際に F、G マイナー、C のコードを練習してみましょう。今度はテンポ70で演奏してみたいと思います。1、2、3、4。今回は C から始まる、ドから始まるカエルの歌でした。で、今回は F、そしてファから始まるカエルの歌。こういう風に始まる音が変わるけれども、メロディーが同じというものを異調という風に言っています。キーが違うっていう言い方もしますね。これなんでキーがこういう風に違うものが存在しているのかと言いますと、もちろんコードの練習としてはすごくとてもいいんですが、歌ってみるとよくわかりますね。カエルの歌が、別にすごく普通に歌います。ただこっち F、ファから始まるとカエルの歌がという風になって、私はちょっともう音が高くてだんだん歌いづらくなるんですね。
皆さんもぜひ一回歌ってみると、音によって歌えやすいキーというのがあると思います。カラオケなどでもこう矢印マークでピピ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 とやるとキーが変わったりすると思うんですが、自分の音、自分の声域に合ったこう音という音の高さというのがあります。音域ですね。それに合わせてキーを変えるということをしています。なので胃腸というキーを変えるという技術があるんですね。もちろんそれ以外のためにもこの胃腸キーが違うということを使うことはあるんですが、まあ、歌ってみるととてもよくわかりやすい技術なんじゃないかなと思います。いろいろなコードを覚えていくのにはとてもいい方練習方法になるので、ぜひトライしてみてください。はい、今度は B フラットが1だった場合のカエルの歌をやってみたいと思います。キーチェンジですね。 B フラットが1の場合、2は C マイナーになります。ここ、ミがフラットになるので気をつけてください。そして続いて F が5となります。はい、ちょっと下がったのでこのままこの F をこっちに移しますね。今まで使ってたところよりちょっと下がるので、ちょっとここが難しいですよね。見た目に騙されないようにしましょう。それではもう一度確認したいと思います。で、今回はテンポ70でやってみましょう。1、2、3、4 B フラット C マイナー、そして F B フラット。はい、こうなります。これが1、そして2、5、1となります。今回は B フラットから始まっているということで、メロディーも C のフラット、ここですね、ここから始まりますということで、この C のフラットここに持っていきますね。それではメロディーを確認してみたいと思います。 C のフラットから始まります。ではテンポ72で確認してみましょう。1、2、3、4 なります。それでは先ほどと同じようにこのメロディーとこの左手を一緒に演奏してみたいと思います。まずは1からですね。シレファからスタートです。テンポ72で演奏してみたいと思います。1、2、3、4というコードの流れ、そして B フラット C マイナー F というコードの流れを練習してみました。ぜひいろいろなコードに触れてすぐコードがパッと弾けるようにしていきたいですね。それでは今日もありがとうございました。バイバーイ。